はい、こんばんは。対談の時間になりました。今日は、K キャットバンド、ダンスマスターのロキシーさんに来ていただきました。ロキシーさん、よろしくお願いします。それこそよろしくお願いします。はい、ロキシーさんはね、大変セクシーな格好でいらしていただきましたけども、いダンやスマスいターということで、どのようなことをされてらっしゃるんですか？まず、HUD を買って、そこにアニメーションをほうほ掘り込んで、う。動かす、やってます。なるほど。すべてアドリブで、ほうほう。ダンスを動かしてます。はい。おお、ダンスを動かすときには、音楽と合わせたりとか、ステージとかもやるんですよね。そうですね。曲に合わせて、いろいろといじってやるんですけども、アドリブじゃないと、とても、ほうほちょっと時間とか測っう。て、動かすのはちょっと難しいので、すべてアなるドほリブど。で。なはるい。ほど。もう、じゃあ、臨機応変にその時に合わせて、こう、いろいろなことをやっていくわけですね。はい、そうですね。ちなみにどんな音楽の、逆に言うとステージといいますか、こうカフェといいますか、ダンスホールといいますか、いろいろなところがあると思うんですけども、どのようなところでもって一番活動されてるんですか、ダンスマスターとしては。ホームね、確定してるとこなんですけども、ほう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 。それ以外のところはちょっと、なんていうかな、主人がインしないとオファーが来ないので、もう、声かけてくれる人はもうフレンドぐらいですね、なるほど。ない。実際にね、いろいろなステージ、どうぞどうぞ、時々、私に直接、イベント、K キャットバおン願いド、します、みたいな。曲が聴きたいのでやってほしいっていうのが来ますけども、はい。そんな感なじるでほど。すね。はい。ちなみにK キャットバンドさんは、もちもちさんのね、楽曲とかでもってよくはね、い。活動されてるってことなんですけども、昔から一緒にやられてらっしゃるんですか？そうですね。シムを持ち出してから、知り合って、私、初め、ゴールドケンさんっていう方、アーティストさんがおられたんですけども、勘違いしてたんですよ。初め、ゴールドケンさんも、頭、ハゲツだっルツル。たんですよね。ゴールドケンさんと、もちもちさんと間違えたんです。勘違いしてて。で、この人が、もちもちさんだよって、フレンドから紹介していただいて、知り合って、で、毎週、1ヶ月に1回か、来ていただいて、私のジムに来ていただいて、歌を1時間、演奏していただいく感じコンサートでしやったりしこていとたがあっだいたてんまです。す。はい、そうですね。あとは店舗貸しですね。お店を、置いてもらったりとか、あとは、なんだろう、土地貸し安く、入れてもら、あの、提供して、なるほど。私が、隅っこの方でカフェをやってみたりしてたんですけども、おやっぱり、ー。一人だとカフェは大変なんですよね。確かに確かに。一対一でだすよね。と、私、ちょっと、人と喋るのが苦手な方で、上げてもらう全方てがチャッ慣れてると。トで、やりとりやってたんですけども、相手が黙り込むと何を喋っていいのかわからない。
なるほど。なんかこう声をかけて何を喋ったらいいのかなっていう感じになるんですね。そんな感じですね。なので、他のカフェとかも回ったりとか、まあ、勉強がてら、行ったりとかで、やってたんですけど、カフェも最近、行きつけのカフェが最近やらなくなって、あららら、寂しいですね。減ってる感じなんですよね。なるほど。なので、もう昼間は、もう朝ちょっとインして、撮るものだけ撮って、撮なるほど。影して、ブログに載せて、みたいな感じで落ちて、で、また夜だったら、夜で DJ さんとか、やってるので、ライブがないときは、DJ さんとこう、よく行く、マーチンさんとか、今日来られておられる、お客様のマーチンのところ行ったりとなるか、ほど。ほうほうほう。あとは、わたるさんとかね、いろいろなところに、お邪魔するわ踊りけに行ってでます。はい。すね。なるほど。実際にね、音楽に合わせて踊るってことなんですけども、だいたいいつ頃からそういうのを始められたんですか？かなり前なんですかね。全くね、ダンス、HUD とかそういう、入れ方とか全然わからなくて、ほう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 。教えてもらいながら、やったんです。レズして、その中に、練習、え、あの、中にポンポンって入れていったら、ダンスが入っていくから、って言って、んで、茶道、というようになって、やってみたら、できた、みたいな感じで、手探りですよね、何でも。いや、でもね、結構ね、全然知らない人に見ると、ダンスって本当にどうやってやるのかなとか、ね、いろんなダンスの中うまく組み合わせて音楽に合わせてね、難しそうなイメージがありますけどね。そうですね。でも、そんな中ね、いろいろされてきてると思うんですけど、実際にこのセカンドライフに入るきっかけっていうのはどんなことだったんですか？きっかけというか、もう全く、ないっていうか、もうバタバタっと、いつの周りの間にか行人くみにたいな。登録だから、登なる録しほど。て、無料だから入ってみ、みたいな感じで言われて、いや、英語わからんし、って言ってて、主人の3ヶ月後に、登録してみたんですけども、なるほど。で、実際、その時はもう土地がなかったので、ホームレスみたいな感じで、着替えるとこもなくて、着替え方もわからないからずっとそのままみたいな感じで、あれですね、最初ね、着替えるのって結構ドキドキしますよね。で、よくわからないで着そう替えでてす脱いね。じゃうと、着れなくなったらどこも行けなくなっちゃいますもんね。そうですね。見方によっては、なんか顔が見えないとか、グレーだとか、バグが多くて、で、今だんだん、バージョンが、なんかすぐに上がったりとかで、メッシュの時代になってきてますよね、今。そうですね。メッシュ結構増えで、ました見えないね。方もおられるんですよ、確かに、実際。確かに、なので、おっぱいが丸見えとか言われて、え、来てるよ、私の PC では見え、ちゃんと来てるよって言ってるんですけど。恥ずかしいですね、それは。そうですなるほね。ど言われるね。と恥ずかしいですね。なんかこう、なんか服ながるほど。着れてないとか、透明だとか、見ちえゃんてとな着かってるたらけね、ど。透明になっちゃいます。なるほどね。結構ね、新しい機能はどんどん付け替わるのはいいんですけども、やっぱそういうふうにね、見えたり見えなかったりするのはちょっと困りますね。そうですね。そこを改善していただきたいところなんですけども。まあね、古いね、ビューアーの方もね、いらっしゃるとね、なんか映らないとかっていう話でしたからね。最近はでもだいぶね、良くなったみたいですけどね。どうぞどうぞ。なんか PC によって、なんか、この、スペックが低い、低い確かに。というか、なんていうのかな。そうですね。の問題で、メッシュが切れないとか、
人が多くて、はい。なんか聞きま靴す。が、ダンスしてると靴がはみ出てるみたいな感じとか、なるほね、ど。なんか、はい。靴だけが動いてるみたいな感じでいすや、ね。はい。それはちょっと透明人間ですね。まるで。なるほどね。まあね、そうやってね、まあいろいろと、まあ活動されてる中でもって、まあ、一番最初にでも、こう、なんですか、こう、バタバタバタって入ってきたって言いながらも、セカンドライフって普通と全然違う世界だと思うんですけど、戸惑いだとか、こう、あれなんだろうとかって、そういうようなことは感じませんでしたか？最初に入った時って言いますか。なんだろう。わけわかんないってばっかりで、どうしたらいいんだろうとか思って。でだからあすんまよりいじれなね。いんですよね。主人が仕事行ってる時は、いいにしても、どこいじっていいのかわからないから、いじってしまったらそのまま状態で、帰っなるてきほたど。ら教えてもらわんと、みたいな感じで、はい。でで、全も、あれ、いいく、ですね。じゃあ、リアルでも一緒だしね、セカンドライフの中でも一緒にあちでこちす行けるね。んで。はい。今なるは、ほどメね。ンバーも、多くなって、7人になってるんですよ。前おー、ますでごい。は、3人っていうか、4人ぐらいでやってたんですけども、ちょっとリアル都合とかで、なるちょっほど、となる辞ほど。めたいっていうのであって、ああ、なるほど。知り合いの人が探してくれて、お今7人で活動してるんですけども、服装お。おお。にも迷いますよね。私がなる一ほ番どね。露出系が多くて、いいと思いますけど。ダンス系に合うような服を選んで、着るんですけども、まあドレスの人もおられるので、ああ、そう か、みんなそうバラバラなんか。ですよね。なるほど。統一もその、あれ着てほしい、これ着てほしいっていうのはあまり言えないんで、まあダンスしやすい感じ、ダンスに合うような洋服でって言っても、私みたいな感じの人は一切いないんですよ。私の、いえ。最で近も、いろんな、いろんな、すいません。いろんな付け乳とか、つけ、お尻とかが出てね、あります。つけ足とかね、そういうのを買って足まであるんやっですてもか？らって、はい。手もあるんですよ。手もあるんですか？すごい。はい。ちょっと高いんですけど、結構、ロそキれをシーこう、さんはどちらかというと、なんか、イメージ的には、なんか、いろいろ、サイボーグ系のイメージになっちゃいますけど。なんかこうブログ見てるとね、こういう格好の人が多くて憧れちゃうんですよね。いや、でも、素敵だと思いますよ。すごい、なんかね、セクシーでかっこいいって感じですよね。ありがとうございます。すごくいいと思います。やっぱりね、褒めダてンサーくださんっるていとうね。ね、感じするし、いや、本当にいいと思います。なるほはど。ちなみに、このセカンドライフって、なんかこう、まあ、いろいろやってて、い。便利でね、いろいろできる反面、なんかこう、不便なとこもありますよね。こう、シムが重くなったりとか、先ほどね、そうですこう、ね。見えなかったりとか、何が一番嫌だなとか、こう直してほしいとかって思いますかね。落ちたりするんですよね。今までね、あまりめったに落ちたりしないんですけども、なぜか急にね、バージョン上がるごとに 落ちちゃったりするんですよね。特に人不が安定多ないとところ。ころ。確かで、ジェスを連打して打たれるとこに。とか、行くと、前に進んだりできないんですよ。なるほど。もう完全に固まっちゃうんですね。そうです。なんかお店、人のお店で、ボイスされてる外人さんがいるんですよね。初めて聞いたんですけども、生活音とか、いや、よその店でボイスするなよって思いながら。すごい。意外にね、海外だとそういう人もいっぱいいますからね。
リアルでできないことを SL で、されますよね。外人さん特にすごい、英語が読めあ、るんで、スムーズに確こう、かに洋確服とか、かに。編集とかね、うまくね、得られますできけない。ども、お尻でかい人とか、お尻を強調する人とかいるんですけど結構も、そのお尻とかあの胸とかは結構気になってよく見てらっしゃるんですね。すごい人もいますしね。ああ、なるほもう一ど。回初めて聞きますね。あれだけなるほはど。やめてほしいなって思いますね。ああ、まあ人確かのにね、そう店いう、でやっボぱイり、スするっていうのなんは、かね、はい。友達と話したいんだったら、グループとか、1対1でのボイスもありまですから、ダイレクね。トボイスもありますからね、そっち使えばいいんですもんはね。い。はい、そうですね。なんかね、特にそんなこう、話を、来てほしいみたいな感じのアピールアイエムが、多いんですよね。いや、モテるでしょう、きっと。いえいえ、私がモテないんですけども、こういう格好、普通の服着てるとみんなからこう突っ込まれるんですよ。今日はロクちゃん普通の服ちゃんと服着てるって。期待に沿わなきゃいいけや、ないわけ普です通にね。服着てますけど、みたいな。なるほど。それはまたそれであれですけど、キャラができちゃ、もうできちゃったらね、それがだんだん一つのね、形になりますからね。なるほどね。憧れてる人がいるのでね、その人に目指してるっていうか、真似はできないんですけども、すっごい、憧れてる人がいるんですよ。ブログ毎日見て、あ、こういうこともできるんや、とか、で、やってみたいとか、はい。その方もダンサーさんとかそういう感じなんですか？そういうわけでえ、もなくて。カフェ巡りしてるんじゃないかな。あんまり合わないんですよね。月曜日のカフェに夜遅くにインしてはるので、私あんまり夜遅くまでインできないんで、12時以降とかもう薬飲んでちゃう状態なんで、じゃあ今日はちょっと遅くまですいません。今日はOK なんでいいんですけども、昼間いっぱい寝たんで 主人には申し訳ないんですけども 働いてる人に前で いや、でもね、本当にいいですね。まあなんかね、そうやって話してるとあっという間に時間なので、最後にですね、視聴者の皆さんに、コメント、もしくは、伝えたいメッセージ等あれば、よろしくお願いします。今後、K キャットバンドとして活躍していきたいと思いますので、どんどんオファーをくれたら、いつでも飛んでいきますので、よろしくお願いいたします。よく、素晴らしいですね。いつでも、ダンスをしていただけるというので、皆さんぜひとも、キーキャットバンドさん、ごひいきにということで、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。